企業ネットワークシステム構築のネットマースがお送りします。こんばんは。2003年度の国民医療費が過去最高のおよそ31兆5000億円に上ったことが厚生労働省の調べで分かりました。2003年度に病気の治療などで医療機関に支払われた国民医療費は前の年度に比べて 1.9% 増の31兆5375億円で、過去最高だった2001年度を上回ったことが厚生労働省の調べで分かりました。また国民1人当たりの医療費は前の年度に比べ 1.8% 増の24万7100円と過去最高でしたが、国民所得に対する国民医療費の割合は前の年度と同じ 8.55% でした。そして65歳以上の高齢者の医療費は15兆8823億円で、国民医療費全体における割合は過去最高だった1999年度を上回る 50.4% となりました。厚生労働省は国民医療費の増加や65歳以上の高齢者の医療費の割合の増加は少子高齢化が原因で、この傾向は続くと予想されるとしています。世界柔道9月8日開幕。普通の恋を夢見るイザベル、でも今新しいラブストーリーが生まれる。ニコール・キッドマン、奥様は魔女。プレゼント娘からもらっちゃってさ、自分じゃなかなか買わないよな。自分じゃなかなかね。あ、そっちだ。こっちだ。もしもし、プレゼントしよう。通貨。明日の天気をお伝えします。明日の関東地方は暑さは和らぎそうです。群馬、山梨、伊豆は雨が降ったりやんだりと大気が不安定でしょう。埼玉は未明まで雨が残りそうです。茨城、栃木も雲が多く雨に注意が必要です。折りたたみの傘を持ってお出かけください。東京、神奈川、千葉も曇り、夜は沿岸部で雨が降り出しそうです。日中の最高気温は30度を下回るでしょう。住まいと暮らしをデザインする代官山森本がお送りしました。